Hi everyone, it's Melody Morita. 皆さんこんにちは、メロディー森田です。一日を通してスマホ、パソコンをよく使うことが多い方は、気づかないうちに頭にストレスがたまり、目や皮膚の印象が老け込んで見えるかもしれません。We're on our smartphones and computers from day to night, which builds up a lot of tension, leading to fatigue and aging. So in this video, I'll be demonstrating how to do relaxing anti-aging massages and an effective facelifting routine. 今回は私と同じような悩みを抱えている方のために、頭を癒すため、そしてフェイスラインをすっきりした印象にするルーティンをシェアしたいと思います。スマホやパソコンをよく使う人は頭皮にストレスがたまりやすいそうです。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているので、顔を支えている頭皮の張りが失われると老け込んだ印象に見えると言われています。また頭皮ストレスは抜け毛の原因にもなるそうです。私は健康と美容のために毎日の習慣として頭皮と顔のケアを行っています。よかったら一緒にやってみてください。So here are some quick massages that'll work simultaneously for anti-aging and face slimming. まずはスマホをよく使う方に効くというメガネの延長線上にあるこの辺りにあるポイントを親指で押します。小さな円を描くように摩擦を起こすのではなく、頭皮を動かす感覚で行っています。Instead of causing friction, press and gently move your scalp around in small circular motions.次に10本の指を使ってゆっくりと引き上げるように頭皮をほぐしていきます。生え際から頭頂部に向かって同じく引き上げるように小さな円を描きながらケアします。 Take all 10 fingers and do the same motion starting from the front of the head and working your way up towards the top of the head. 同じく頭の付け根の方も引き上げながらケアします。そして健康や美容にいいとされる100へというポイントを押します。口から息を吐きながら3秒間押し、息を吸いながらゆっくり離します。これを数回繰り返しています。 This pressure point called 100 in Japanese is extremely effective to cure headaches, breakouts, dizziness, shoulder aches, etc. If you're stressed with work or stay up late getting stuff done, I highly recommend you to apply pressure here at the very end of the day to heal yourself.心地よい刺激を与えることで、心の疲れや緊張から解放され、リラックスできます。ストレスを感じた時はこのケアを常に行っていたんですけど、最近は特にストレスが大きいため、即効性のあるヘッドケア機も使っています。もちろん手で行うことも効果がありますが、顔の張りが失われる前に早く質のいいケアをするのが大切だそうです。私が使っているのはこのセレブリフトという防水ヘッドケア機なんですけれども、こちらはサロンで3万人以上の頭をケアされたヘッドスパ美容研究家の山本幸恵先生という方の手の動きや速さを追求したものだそうです。包み込むように持ち、手のひら全体で6つのアタッチメント全てを頭皮に当てて引き上げるように使います。ヘッドケアと極上の頭の癒しというのがテーマだそうで、初めて使った時は本当に人間の手のような動きでとっても驚きました。ただずっと手で持っているのもちょっと疲れちゃうので、私はこのようにソファーに手を固定して頭の方を少しずつ動かすようにして使っています。 You can pretty much get the professional effect in the comfort of your own home whenever you want instead of having to go to the salon every time, which I really appreciate.自分の手では均等に長時間頭全体をケアすることは難しいですが、将来もおでこやフェイスラインの張りを保ちたいので、しっかりエイジングケアをしています。私は顔がふっくらした印象に見られることがあるので、フェイスラインをすっきりさせるためのルーティンをよくします。My face gets puffy pretty easily, so I like to do some facelifting and slimming routines.まずおでこの生え際から徐々に場所を変え、頭のてっぺんに向かって引き上げるように当てていきます。その後、耳の後ろあたりから引き上げるような気持ちでケアをしています。 This will naturally lift up your face and scalp without pulling and make your face slimmer over time. 顔だけをケアしていても効果が現れにくいということは知っていたんですが、顔と同じぐらいきちんと頭皮ケアをすることでフェイスラインが少しすっきりしてリフトアップした印象になりました。あとはパソコンなどで目をよく使うという方は、まず1、首の付け根、2、耳の斜め上あたり、3、頭頂部、1、2、
3、2、1の順番でケアをすると目元がすっきりして軽くなったように感じられます。反対側も持ち手を変えて行います。 On days when your eyes look exhausted or dull, you can relieve stress and brighten the area up by first applying pressure at the base of the neck, then diagonally above the ears, and lastly at the very top of the head. 私はソファーの横にセットして常に充電ができている状態にしているんですけど、自宅で自分の好きな時に体調や気分に合わせてプロのスパのようなケアを体感できるというのが気に入っています。また防水なのでお風呂で使ってそのまま洗うこともできるので、いつでも清潔に保つことができます。この防水ヘッドケア機セレブリフトの詳細は概要欄にありますので、気になる方はチェックしてみてください。ハリを失ってから慌ててケアするのではなく、今の状態をキープ、そして少しずつでも改善することが理想です。もっと健康に関しての動画を見たいという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。皆さんもぜひ毎日のルーティーンにヘッドケアを取り入れてみてください。 Please give this video a thumbs up and subscribe if you found this video helpful, and thank you so much for watching. Bye!